よし、じゃあこっち側行きますか。人間の後ろね。よーし、あの白いところな。うわ、でもこれ繋がるんかな。あ、そこそこそこ、忘れた、完全忘れた。完全に忘れた。エストビンに準備してからの、見たかった。うわ、やばい。スタミナがない、スタミナがない、スタミナがない。スタミナがない。よしよしね。ボケが。完全に忘れたわ。進撃の巨人とか、お風呂のお湯を止めに行ったらすぐ忘れる。でも、ほんと5秒ぐらいやったのにすぐ忘れる。これが俺の能力。すぐ忘れる。どんな能力いらねえ。一番いるんだ。危なしい。よしよし、いいよ。全然いいっすよ。3、4、OK。痛い。だってさ、そういうの分からんとやっぱ配信する意味ないもんね。だからさ、俺もね、配信のゲーム実はやりたいんですけど、謎解き要素、謎解きホラーアクションのゲームをやりたい。配信するならね。だから、それで、みんながクリアしてないゲームを一緒に考えながらやるみたいな。あ、それそうかみたいな。だから、お助け配信みたいな。超いいよね、これ。ここ、あ、そう、さっきあったぞみたいな、あ、マジでみたいな、それをね、やりたいね。敵がおるからどこかなー。だ、結構食らうんだよな、でっかい弓ボスんで。まずこれ取る。で、こいつ来る。こいつ来る、めっちゃ食らう。こっち逃げる、回復する。あいつ来る。このガードを使いながら、これは、しかないと。よし。見えないでしょ。俺も見えません。ここのね、壁があるから、ギリギリ当たらないというね。で、これはね、ちょっと走って、走りながら、でもね、これランタンをつけながら、スタミナ回復見たら分かると思うんですよね。回復しないですよね。危ないよね。見えないし、見えないし、おるし、でかいし、でかいし、死ねしん。当たらんしん。オッケーしん。よし。最高。黒ちゃん最高。よし、オッケーオッケー。いいよ。さっきさ、なんかさ、黒いやつをなんだっけ、あの強いやつ。すんげえ強いやつ。最初、すんげえ苦戦するやつ。おったよね。やばかったよね、あいつ。こういうゲームやばいけど。俺の声も言えばやばいけどね。ガラガラじゃん。カラオケでも行ったのか。つって。カラオケ行けるご時世じゃないから。多分。ありがとう、信じてくれて。あっ、こっち行くのか。さっきのさ、弓のやつ倒したか。これ多分戻るよね。あ、さっき倒したって弓のやつ。で、これ落ちていいな、落ちていいな、すんげえいいな。よし、行こう、すんげえ。よし、俺に怖いもん、ね、多分こう序盤できたら、あ、ここ無理だから一旦やめようみたいな感じになるんだろう。で、できる。うわ、ここじゃないみたいな感じになるんかな。にゃん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 これどうやって取るんだーい、これどうやって取るんだーい、これどうやって取るんだーい、これどうやって取るの。いや、マジでマジで。ああ、倒せた。お、邪神の盾、すんごい強そうじゃん。邪神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 。さっきと言うこと全然、60かー、弱いな、クソ雑魚じゃん。あ、でも能力値がありそうな気がする。これ意外とね、説明文読んだ方がいいんですよね。ステータス切り替えじゃなくて、表示を、神の武器、雷を防ぐことができる。あ、なるほどね。神に対する、じゃん、OK でーす。よし、行くか。なんか物語書いてた。興味ないっつって。
そういうの興味がある人はやっぱこの武器とか好きになるんだろうな。この剣は誰々が使ってどの時に投げ捨てられてここまで使ったよみたいな、よく意味わからんけど、でもなんかそういうの結構いいよね。バルムンクのなんか剣のあいつが使ったからすんごい有名な武器になりましたみたいな。いや殺す、死ぬかと思った、びっくりした、めっちゃ食らったな俺スタミナ、ふえふえって言って、いやふえー言っちゃうだろこれ、あぶねー、早くしとこうぜ、怖いわここ、すげえ怖い、急に現れるんだよな。これでも序盤できたらマジ即死レベルの攻撃力だよな、さすが巨人。わ早く進撃の巨人の早く新しいやつ見て、第4期楽しみにしてます。てかもう放送してるんじゃないかな、これが投稿してる俺には。ここにもあるんか、かがり火、全然焚き火するよ俺。え死んだっけ、死んだか、え死んだっけ、え死んでないことにしましょうよ、それぐらい一回死んでぐらいでしょ、一回死んでもどうにかなるって現実で言ったらさマジでリアル犯罪だよね、大丈夫大丈夫、一回ぐらい大丈夫一回死んで終わりだからみたいな、そんな理屈は通らんっつってから、テスト瓶を用意してランタンみたいな、あもうランタンさ頭のてっぺんつけとけよ、そしたらずっと明るいじゃん、片手で持ってさ、しかもスタミナ回復戦になるんだぜこれ最悪やん、おい行こうぜ行こうぜ、うわーこれさ、でもさ大丈夫、うわ怖いよー、ソウルがあると見せかけて実は敵でしたみたいな、そんなことないよね、絶対ないわ、確実にないわ、うわ怖えー、うわ強そう、はい殺す、痛い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 、めっちゃいるやん、めっちゃいるやん、めっちゃいるやん、なんだよこいつは、強っ、このレベルになって普通に負けるとは思わなかったわ、もうね全然余裕かと思ったわ、でスタミナ別に上げてもいいかなとはちょっと思ったんですけど、いやなんかあったらいけんって上げとこうと思ったらすんげえ強いじゃん、でも死んだから、この死んだ場所が見えるのをすんげえでかいんだよな。あ、痛くこんなやつ。死んだら先か、痛いの。片手に戻して、まだいるやん。ほら、スタミナをちゃんと回復させて、あ、目見えるね、あれ。みんな目見えるね。確実に。で確実に、こうして、こうこうして、こうして、こう死んだ、俺が死んだ、あごめんなさいごめんなさいって言ってる、ごめんなさいって言ってもこうすんなよお前バカ野郎が、死ね、オッケー、でうわあれつられるな、ここはえどこだっけ、こっちだよ、ね、え違うじゃん、ここは危ないなマジで、このゲーム、ああったあったけど、あそこに急に行ったら死ぬ、よしここだな、よしオッケーオッケーオッケー、うわほらね、結構遠い場所にある、あーここだここだここだ、ここで適当に弓通す、全然見えないだろ、俺も全然見えない、大丈夫、適当に打つ、壁敵いないんじゃね、じゃあなんで俺死んだんだっていうことになるけど、うわぁ、見えてるー。何こいつ何こいつ絶対敵じゃん。上にいるの、あ、いるじゃん。いるやん。おびき寄せよ。ここで。よしよし。よし。回復しとこう、で、ダンタン
ンつけて、チラ見して、多分もう一体おるから、三体いたから、ちょっとおびき寄せて、2発で死ぬな。案外 HP 高くないな。左のランタン使って、まあ、地道やな。まだおるやん。いや多分あいつで最後こいつ取って片手両手剣にして走ってきるでもあ死ぬ。死なんかギリギリ死なんときあるな。 HP が微妙に高いやつがおるな。乱数で死ぬんか。HP が高くなってるんですけど、うわー転がってる、怖ーい。転がってたら敵に見えたら一緒。うわーこれどうどうどう、こっち行ける行ける、へっへっ、うわこういう時にこれを使う。ほいっと、あー近い、うわーわかんねーわかんねー、わからんってダメだろ。あ、でもソウルがある。これ、降りる？これ登れんよ。てか、こっちの道やってんじゃない？お、近道か？いや、違うな、こっち道。こっち道あったな。こっち道あるじゃん。なんだよ。見づれえよ。ほんと見づれえわ。さっきの道だろ。で、これこう行くか？あ、ダメやね。じゃあこれ降りて、スンスンスンと行って来てる？来てるね。これこの明かりさ、実は取れんよ。投げれるとかそんなことない、まあ、そんなゲームじゃないか。いやでもさ、ダークソウル3とかやったらさ、何でもあり、ああ何でもありじゃ、ありで、ありでそう。ありでそう。腕にさ、こう炎つけるとかさ。でもこれ本当、これ設定で明るくしたらこれずるいんだろうな。めっちゃ絶対ダメだよ。うわーうわ、これ見てよこれ、うわーボスいそう。ボスいそう。あーどうなの、ちょっとエストビン回復食あと何個、8個もあるか。結構あるな。うわこれ奥行きたいよね。先左の左に奥行きたいよね。右奥はさ絶対ボスだろう。かがり火結構近いしさ。何もない。何もない。何もないじゃん。何もないってさ、やめよ。マジで。RPG で一番いらないもの。何もないところ。そして距離が長いところ。これは短いから、まあ、OK。長いのはマジで死ねって感じ。あ、ん？災いは取り留めました。え？あいつ倒したから？え、違うよ。だって倒さんとここ掘れんもん。どうしていい？待って、横切りでいけない。うん、うわーなんだ、うわー硬い、めっちゃ硬い。いや全然硬くなかった。いやでもこれいける、これ自分のライトだけでいける。自分ライト回復しとく。どうする、なんか代わりにやりそうな気がせんこともないこともない。死に、なんか犬ってしょ、あ、いた、なんそれ、犬ってやつおるやん。もう一発撃ったら、なに、やばい、これはまずい。落ちろ落ちろ、お前落ちろ、落ちろ、痛い逃げる、痛い逃げる。で、これ避ける、これ避ける。痛い、ダメ、ダメ、ダメ。痛い、回復して。あ、3回回復しちゃう。痛い、痛い、痛い。うぅ、危ねぇ。危ねぇ。ダメ。うわぁ。あいつ何なんだ。ランタン使うか、ランタン、ランタン。なんだ、ランタン使ってないじゃん、俺。何あいつ、うわ、かっこいいな攻撃、めっちゃかっこいいじゃん。その攻撃俺にちょうだい、めっちゃかっこいいんで。
これ風邪に逃げる。戦う意味なし。多分強い。かっこいい。こう強い。うわ、なんかクソ気持ち悪いの降りるじゃん。わお。死ね。あ、さっきのやつじゃん。なんなら、そう、そう。ブリーソードください。ダンスンソードでしょ、これ。よし。うわあ、毒か。あのちっちゃい小人。しかもどこに住むかわからない。これボスなんじゃないか、もしかして。これいっぱいおるやん。めっちゃいっぱいおるやん。ってやる。やばい。やばい。これはまず、これまずまず。あ、でも一撃で殺せる。あ、なんかアイテムある。もらう。父の仮面。なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ、ここは、ここはどうでしょう。あの、そんなくらなんか序盤で取れるところ、いや、そんなわけないよ、序盤で取れる。いや、もうすごいぞ、すごいぞ、ローリングアタック。あと2つ。あ、スタミナがない、スタミナがないし、大きい。そんな回復させながら歩いて、相手の攻撃をかわしつつ、降りながら攻撃パンチ、当たんないパンチ、えい、なんかさ、油断できねえ、この辺は。まあ、チューがあるから、最悪魔法で回復戦できないこともない。使いたくないけど。あ、でもどうしてこれ、かかりでないの、チャーハイできる。取って英雄のソウル。いいね。これは？これ何もない。あ、これさ、幻の壁があるんじゃない？白い壁や。きたー。しー。多分あそこの奥は何もないはず。うわー。あ、これさ、ボスなんじゃないか。え、これ降りて大丈夫？死にそう。うわ、え、これさ、もしかしてさ、番外編、番外編の場所、裏ルート。いや、でもね、俺変な鍵とか持ってないから裏ルートじゃないと思うんだけど。うーわー、こっち大王じゃなさそう。大王の魂持ってるよな。持ってますか。持ってますか。うわー、強そう。めっちゃ強そうなんだけど。一回回復させて。回復するのある。で、赤羽の覇王にとか、こっち倒したら早い。ここめっちゃ強い。あの後ろを打ち切る。そしてもう死なしない。あ、なんかデカくしてきたな。あ、血が出たって、血が出たんだって、血が出たら禁止だろう。わーおー、くっ、足、よし、うわ、まだ降りない。まだダメだ、うわ、どうしよう。じゃあ、ここは使わずに、なるほどね。Very OK。 よし、こいつら倒したら今日終わる。今日終わるって。動画とかは関係ないけど。うわ、でもこれどうやって来たんだっけ、俺。どっからスタート。あ、こっからか。え、厳しくない？結構ご利用してきたからな。しかもまだ道わかんねえんだよな。ほら、こっからやで。まあ、はしご、上に登るところからやで。あ、違った。あ、そう、こっからだ。ここだ、ここだ。じゃあ、これを、どっか落ちれるよな。ここ落ちれるよ。あいつら勝手に死んでくれる。ここ落ちれる。スーって行って、
トール、これ無視、あっ、パッチパッチパッチパッ、俺の4万ソウルだ俺の4万ソウルだいや4万はね、はしたがね、俺にとってはしたがね、俺はあいつを倒すためだけに俺は進む、もうこれはノーカットです。で、あいつをエストビン10個ぐらいで倒す。目標は8個やね。あそこで死んだ、死んだ、死んだ、死んだ。もうまずは下に、まずは下に来てスーって行って、あいつは落ちてくる、知らん。で、こっち左に行って、なんで死ぬなよ、そこ。あ、厳しい。あいつ倒したのは厳しいな。下に行って、夢で、おびゆき寄せて、うわ、遠くないか、遠いなぁ。ガードしながら行く、でも、ま、見えねえんだよなぁ。じゃ、これ左から行けば、これすぐ左行ける。あいつに気づかれずに行ける。で、ここからも。これ、まっすぐに行けば行けるはず。これ、右手の法則で行ける。ほらほら、いけるやん、いけるいけるいける。右手の法則で行って、で、ここ下に降りて、あ、いけるいけるいける、いいぞ、いいぞ、ルート改革。で、ここは、はしごで降りて、これ、はしごで降りんでいいんじゃないか、あ、近いもんね、はしごで降りんでいい。怖い、分かったよ。チャートを作ろう、チャートで、はしごで降りんでいい。で、右奥に行く。で、ストビン、そう、ストビン、ここで8個ぐらいあったのに、めっちゃなくなったよね。あと、残り2個しかなかったのに。あいつすんげえ強いじゃん、そしたら。で、この奥行って、ああ、そうだ、ここ、あ、お、なんかおる、なんかおる、なんかおる。あ、消えた。マジか、消えるんか。消えるのなしだろう。で、こっち右は死んじゃう。じゃあ、左手の法則で、スーって行って、こいつらは無視できない。できないか。いや、できないか。すごい暗い。すんごい暗うな。で、ここはね、左一本道やろ、まずね。ここまで左一本道の、なんか、デカブスと、弓使うやつが出てくる。ちょっと無視して、次ね、ここか。あ、で、ここ走って無視すればいいんだ。ここ走って無視する。スタ回復しながら、左手で、あいつを撃ったら右。よし。これで当たらない。で、これ下に行って、あ、向こう側に行くんだ。オッケーオッケー。これ飛ぶ、あ、来た、うまい、もう最高。これ無視する、これ奥に行く、来てる、回復。で、これ奥に行ったら突く、あ、突くじゃねえ、突くじゃねえ突くじゃねえわ。あ、そう、あそこのさ、瓦礫の中だ。これどこ、ここ、かっこいい、かっこいい殺し方をしてしまった。どこでも殺す。で、これ、あと1個殺す。はい、かっこいい。かっこいい。で、あそこもね、左ね。こいつ食らいながらも行く。はい、行く。はい、行ってください。死んでください。死んでください。よっ。待ちな。なるほどね。あ、でももういけるね。もういける。これもうね、ここまで来るのに3分でいける。3分。うん、みんな、もう測っていいから。カットしないから。絶対カットしないから。いけるね、これ。いけるよ、マジで。まず、ここ、はい、ランタンをかけながら走っていく。まずね、まず右。で、まず左。まず左に行って、でここ通る。で、スタミナを温存しながら、で、ここを右手の法則でスーッと進んでいく。進んでいく。壁沿いに進んでいけば、このまま行ける。で、ここも左に落ちる。で、はしごがある。はしごから落ちる。オッケー。で、ここ、はい、ここね、これ右手の法則で、壁沿いに行く。こんなもうランタンいな。ランタンいらないね。で、次、明るいところに出るやろ。明るいところに出たら左手の法則ね。で、片手、両手にもう持ち替えて走ると。
よし、いいよいいよ。光るやつがおる。光るやつを走って殺す。切った。しゃあ、うわぁ。ソウルイチ、やった。超嬉しい。で、左手の法則やって、骸骨が見えたら、走って殺す。よし、来た。こいつはもう絶対倒す。で、次のやつは、真ん中にポツンって出てくるけど、右側に行って避けれる。で、弓のやつも避けれる。こいつも右で避けて。で、こいつも避けれる。避けれるんじゃない、消えるんだ。こいつは無視する。走る。いいよ。3分で、3分でいけてる ?3 分でいけてる、いけてるんじゃない。で、あそこのね、上のところに走って、走って、走って、飛ぶ。オッケー。で、ここも走る。ここ走って、大卒を走って、こうして、で、ここは走り切りの白い中に、大卒。オッケー。来た。うまい。めっちゃうまい。うん、めっちゃうまかったよ、今。で、こいつはこう、こいつは、で、倒そう。よっしゃ、よし。で、スキップする。で、タックする。スタートボタン押しすぎた。全体壊しない。もったいないからな。で、ザコでもは無視して。ですね。無視無視。できないなら、一回逃げて、回復して、2回回復しよう。あれでもうエストビンが早い。もうコツするしかないんだよ俺には。コツはホームでエストビンで回復して、スタミナを回復しながらスタミナを回復して、2、3回と。お、下のケージ結構減るよ。あいつの後ろを取りながら移動しながらスタミナ回復しながら攻撃。うっせー。これも後ろに乗っけながら、うわっ。で、これスタミナ回復しながらエストビンを回復する。で、両手剣に持ち替えたまんまの状態でこういったコーヒーエリツーでとどめドーン。あと、あと半分ちょっとうわっ、決まる。ちゃんと回復しとく。で、だからザコどもも死んでる。で、攻撃する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 、もう一発サイドドーン。で、これエストビンで回復する。完璧な、そんな完璧でる。こいつ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 激しすぎてもわかんない。もうしなしな、オーバーキル、オーバーキル、オーバーキル。うぅだ。お、来た。あ、ウマのソウルや。あ、じゃあここ行かなきゃいけなかったんだ。うぇー。あ、そうか、墓王の2とかウマのソウルか。イエーイ、よかったな。いや、 やっぱ俺が強くなりすぎてるな。でもゴリ押しゴリ押しやな。これさ、RTA がやったらどうなるんだろう。絶対かかりやるよ。俺絶対かかると思ったわ。あれ、そしたらあとはあれ最初あの竜ん、あの4人組のやつ倒して、こいつ倒した。あれ、あと王のソウルってさ、あと何個、あと1個足りんのかな、あと1個足りないか、王のソウル。あれなくね。ま、1個は絶対手に入った。あと1つかな多分。うん、多分あと1つだ。あれ、なんかさ、光輝くさ、なんか王の力で入れませんっていうさ、この子なかったけど、実はもう通り過ぎたんかな、まあ、可能性は全然あるけどね。じゃあレベルアップして終わりますか。完全レベルアップしてやるね。ちょっとここら辺のソウルも取って、てかこの道で合ってたんだ。よかった。ソウルいっぱいあるわ。だって初めて来たもん。めっちゃ使うわ。めっちゃ使うわっていうか、200クソやな。400クソ。これは1000、うん、あ、最後に使うんでよかった。これそしたらこれレベルアップできるんじゃない。うーえー、ギリギリ。
体力強い、レベル74、 HP 1539。 うん、ダークソウルとは思えない HP だね。だって体力38まで上げてるから、体力38、持久力31、筋力23、ゴミもうさ、体力と持久力と筋力以外がマジでレベル10ぐらいなんだけどマジでそう、よくそんなんでできるんだけど、まあ、探索して、いやもう今回はここまで、多分もう何もなんかこのまま終わりだな。いや楽しいね、やっぱダークソウル楽しいわ。あと王のソウルあと1個だけど、おそらくゴーレムのところだよ、多分おそらくゴーレムのところ。あともう他にはあと知らんから、もしゴーレム倒してゴーレムのところじゃなかった場合は探索だな。うん、ずっと探索言うけど、全然探索せんでよかったことにすんごい安心してる。探索ほんと嫌いだから、ほんと嫌い。じゃあ転送で、おめっちゃある、あこんなに行ったっけ俺で、あれどこだっけ、ゴーレムどこだっけ、動画見ようかな、動画見るかな。なんかさ、すんげえ強いやつ倒したとやってた気がする。あ思い出した、あいつだ、胸ボインさんはあそこの下、闇村ってどこだ、闇村ないね。あということは自分で行かなきゃいけんのか、うわめんどくせえ、あそこ行くのめんどくせえ、自分で行かなきゃいけんの、闇村、え俺闇村行った後どうやって戻ってきたんだっけ、忘れた、すんげえ忘れた、動画見ようってやっぱ動画見返そう自分の動画見返して、ゴーレムのところにね次回は行きたいと思います。さて、え楽しい、ほんと楽しい、ダークソウル楽しい、もう動画回数すんげえ減ってるけども、動画楽しいか、ゲームが楽しいから別にいい、別に俺はいい。